こんにちは。本日はですね、ちょっと試合のね、直前になっても申し訳ないんですけど、本日行われます日本フライ級タイトルマッチで王者のユーリアクイ選手と、挑戦者の、桑原拓選手の、勝敗予想をしていこうと思います。はい。まあ、皆さんこの一戦についてどう予想されますかね。まあ本当にね、いろいろ意見分かれるとは思うんですけど、まあ自分もね、この勝敗予想するかしないかっていうふうにね思ったんですけど、やっぱりこの間の、佐々木選手と湯葉選手の一戦と同じぐらい、注目のね一戦かなというふうに思いまして、ちょっとね試合の直前になって申し訳ないんですけど、まあ勝敗予想をねしていこうかなというふうに思いました。はい。まあ、どっちがね、どうなるのかというのも、非常に難しいところではあったんですよ。っていうのも、桑原選手の戦績が8戦8勝4 KO と、まあキャリアはね、まあ、それほどないけど、大橋ジムの、まあ、期待のホープというところで、アマチュアの、ね、キャリアも、あってというところで、まあ、注目されてて、まあ、自分も前から、桑原選手かなり注目してて、かなりいい選手だったっていうところでね、見てたんですけど、まあ、この相手の、ユーリアクイ選手、チャンピオンのもうかなりいい選手で、で、戦績の方がね、18戦15勝、10 KO、2敗1分けと。で、名のある選手とは、中谷選手と、矢吹選手と対戦をされていると。で、中谷選手とは、6ラウンドで敗れていると。で、矢吹選手とは、対戦して1ラウンドで勝っているというところで、まあ、キャリアはね、アクイ選手があるかなというところで、まあ、これね、どっちがどうなるのかなっていうのは本当に難しかったんですけど、まあどっちがね、どうなるのかっていうのは言うとすれば、まあ、自分は、まあ、期待も込めて桑原選手かなというふうに見ました。はい。まあ、本当にどっちがね勝ってもおかしくはないと思うんですけど、まあ桑原選手が、まあ、判定勝ちするのではないかなと、結局その桑原選手の、スピードと、まあ、そのボクシングの、スキルでうまくさば、ききってで、結局つかみどころのないままちょっとやりにくいなっていうふうにズル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 いってで、蓋開けてみたら、ポイントが中谷です、失礼しました、桑原選手に流れてるのではないかというふうに自分は思いました。本当ね、いろいろ意見あると思うんで、ぜひね、コメント欄の方で意見を聞かせていただけると嬉しいです。はい。まあ、桑原選手ね、ちょっと、自分もね、前から知っててっていうところで、ちょっとこう、ね、もちろんそのね、忖度っていうのももちろんあるとは思うんですけど、もう本当に世界チャンピオンになってもおかしくないようなね、力は秘めてるのではないかなと、もうすでにね、スパーリングなんかを見ててももう本当にね、すごい動きですしね、まあ、ここでね、ユーリアクイ選手と、やって初めてこのね名の通ってるって言いますか、ある選手を迎えるわけですけど、桑原選手はで、ここの一戦はね、かなり大事になってくるかなと。で、ここで勝って、まあ、将来的にね、世界チャンピオンなんかなった日には、ぜひね、この WBO の中谷選手との対決とかね、見てみたいなというふうに思いますけど、まあ、まずはね、この日本フライ級タイトルマッチが、大一番ですね。というところで、まあ、自分が挙げるとすれば、まあ、判定で、桑原選手かなと。いうふうに思います。はい。まあ、もうちょっとね、直前で申し訳ないんですけど、本日はですね、注目の一戦の、王者の涌井選手と挑戦者の桑原選手の、勝敗予想でした。はい。まあ、皆さんもね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。